石黒昇は東京都出身のアニメ監督、演出家、アニメーター。アニメ制作会社アートランドの創業者であり、死去時にはアニメーションスタジオアートランドの取締役会長であった。アニメーターとしては、波や雨、爆発等の自然物を描くエフェクトアニメーションを得意とした。小学生時代、手塚治虫の新宝島に魅了されて漫画を描き始め、 高校3年生の頃には、宇宙の放浪樹で歌詞本漫画家としてデビューし、ダイヤモンド小僧の冒険シリーズなどで人気となる。遠藤誠二、告吉春、長島信次らと親交があり、若木処房の短編誌、迷路にも描いていたが、劇画が出始めた頃からスランプに陥った上、当時の漫画仲間の生活を見ているとこれで成形が立つとは思えなかったので、 漫画家の道は諦めたという。他方、中学3年生の頃に、ミュージカル映画、怒りをあげてを見て、映画の面白さに目覚め、高校時代は、映画付けの日々を送る。1957年に、日本大学芸術学部映画学科に入学し、仲間らと8ミリメートルフィルムで切り抜き、アニメを自主制作する。日本大学には7年在籍し、 1964年に卒業するとアニメーターの道を選ぶ。富士テレビの子会社のアニメ制作会社であるテレビ動画を経て体制プロへ。体制プロではチーフとしてグロス受けした鉄腕アトムの原画を担当する。初の絵コンテはテレビ動画の頑張れ。マリンキッド初の演出はスタジオゼロの怪物くん。体制プロを離れてからは 1966年に動画技術研究所、1969年に JAB などを結成するも解散。巨人の星を最後にアニメーターを止め、以後はフリーの演出家、エコンテマンとして、ドコンジョガエルなど多数の作品に関わる。当時は3日に1本のペースでエコンテを切っていた。ミュージカルアニメ、ワンサクンのエコンテを担当した後、 同作のスタッフらと、宇宙戦艦ヤマトに参加。監督の松本玲治を補佐し、現場を取り仕切るアニメーションディレクターを担当する。ヤマトシリーズの仕事により、若者世代のアニメファンにも名を知られることになる。1978年にアートランドを設立。以降は、クリエイターとして活動しつつ、三木本春彦、板野一郎。 平野俊博らヒロエの若手スタッフの舵取り役も務める。アートランドが参加した超時空要塞マクロスでは1983年度の第1回日本アニメ大賞で演出部門最優秀賞を受賞。続くメガゾーン23では原作、監督を担当した。その後銀河英雄伝説ではシリーズ監督として10年以上にわたる。 長期制作を支える。OVA を中心に監督作は多く、テレビアニメ、ミカン日記も手掛けている。2008年には、銀河英雄伝説と同じ田中義樹原作の、チタニアタイタニアで、久々に監督に復帰した。2012年3月20日、神奈川県川崎市の病院で死去。73歳没。 生前には音楽を題材にした TV アニメ企画、エンジェルスキャンディーズの企画、プレゼンテーションに関わっていた。 1965年、1966年、1968年、1969年、1970年、1971年、1972年、1973年、1974年、1975年、1976年、1976年1977年、1978年、1979年、1980年、1980年、1980年、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 9 1 9 2年、1983年、1986年、1988年、1992年、2005年、2006年、2008年、2014年、1977年、1978年、1980年、1984年、1988年、1990年、1992年、1993年、2008年、1985年、1988年、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  88年、1989年、1990年、1991年、1992年、2001年。ありがとうございます。